日本兵庫県神戸市東灘区住吉浜町住吉浜町は兵庫県神戸市東灘区の町名定番の設定がない単独町名である住居表示未実施2005年10月1日現在の人口は6人郵便番号658-0042人口東東部第2国区の東半分である北は三影大橋で住吉南町と接続し また、魚崎西町とは、六甲ライナー、南魚崎駅の連絡通路で、行き来できる。東は、阪神高速道路5号湾岸線の、住吉浜で入り口で、魚崎浜町と、南は、六甲大橋で、六甲アイランドの紅葉町西及び、紅葉町東と結ばれている。西の三影浜町とは地続き、平成17年国勢調査における、世帯数は5、 人口6でない男性5人、女性1人、工業地域であるため定住人口はほとんどない。東部第二航区は昭和35年度に埋め立てが開始され、長く鶴鉱山から70億円の工費で1084万メートルの土砂を高破線の暗渠に設けたベルトコンベヤーで運んで88ヘクタールを埋め立て、昭和43年度に竣工した。 1965年に、住吉町、新米神殿、浜神殿の各一部と、魚崎町、魚崎地先のこういう水面埋め立て地を合わせて、住吉浜町が成立した。ありがとうございます。